飛行開発実験団は航空自衛隊航空開発実験集団霊下の組織。航空自衛隊が導入した航空機及びミサイル逃走備品の試験、評価、テストパイロットの要請を主任務とする。飛行開発実験団の舞台マーク航空機、装備品の試験及び開発を行う。少数のみ導入する航空機の場合は、 岐阜基地に常駐させずに実用試験体を編成し、配備先の基地に派遣して、試験を行う。部隊の性質上、特殊な装置が取り付けられていたり、試作、試験機として製造された機体を有している。試験飛行操縦士課程において、テストパイロットを要請している。ABCD 航空自衛隊、飛行開発実験団ウェブサイト、飛行開発実験団、 概要を2018年1月25日閲覧、ABCD カロス出版、順ナンバー862005年10月号52ページから61ページ、未知の向こうへこれが、テストパイロットの世界だ。航空自衛隊岐阜基地飛行開発実験団、ハット ABCD カロス出版、順ナンバー422002年2月号12ページから25ページ、すべては、ここから生まれる。 航空自衛隊飛行開発実験団、坪田敦志セクハラの疑いで、空襲歩行鉄複数の女性隊員被害か、共同通信。ありがとうございます。